アーネスト・ハワード・シェパードは、イギリスの挿絵画家、イラストレーター。クマノ・プーさんの挿絵で知られる。娘のメアリー・シェパードも挿絵画家。ロンドン生まれ、父は建築家。記事は、クマノ・プーさんの作者 AA ミルンのすぐ近くだった。父には、絵の才能があり、また母方の祖父も著名な水彩画家だった。彼が早くから画彩を見せたため、父は、彼が画家として、 身を立てることを期待していたという。しかし、その期待とは裏腹に冒険のできそうな大人ということで、本人は軍人に憧れ、戦争の絵ばかり描いていたという。10歳の時に長く伏せっていた母を亡くす。この出来事は大きな衝撃だったが、結果的に彼をがかへ進ませることになった。母の死後、一家は父親が色々な理由から経済的に困窮していた。 こともあり、未婚のおばたちの世話にならざるを得なかった。そして厳格なおばたちの下で暮らしたこの時期はあまり幸せではなかったらしい。やがて父親は自分たちだけで暮らそうと決意する。一家は、ハマースミスに移転15歳の時、おじが校長をしていたセントポール校に入学。最終学年当時の週末にはえ、ザリー美術学校に通い、 王立美術院へ進む決意を固めていたという、1897年に進学。三つの奨学金を受ける優秀な学生だったと言われる。王立美術院で学んでいる時に、フローレンス・チャップリンという3歳年上の女子学生と知り合う。彼女の祖父は画家にして彫刻家。雑誌、パンチの創始者の一人、エブネーザー・ランデルズだった。 二人は家族ぐるみでの交際を始め、やがて愛し合うようになる。在学中から雑誌の仕事を開始。ミルンと同様にパンチに作品を載せることが目標だった。1902年、父が病没。治療費がかさんだため、ほぼ無一文に。その二年後、フローレンスと婚約、発表の二ヶ月後に結婚する。仕事の方では1906年から、 雑誌の表紙や差し絵を描き、また、学生時代からの夢がついに叶い、1907年には、パンチの風刺漫画を描き続けた。第一次世界大戦の際には、陸軍砲兵隊に志願、大尉にまでなる。1919年に、帰還、1921年からは、パンチの編集に携わり、多岐にわたって1953年まで貢献する、ことになる。 1927年、妻フローレンス・没。フローレンスの助けが励みになっていた、彼には大きな痛手だった。仕事に没頭することで悲しみを忘れようとする。熊野プーさんの差し絵の仕事がちょうどこの頃である。後に再婚。1976年没。96歳。不法は日本でも報じられている。美術界への貢献により、英国政府より助君。 ありがとうございます。